それぞれ専門の人たちが新聞作りについていろいろ説明してくれます。制作センターでは日中の準備作業が進められていました。写真をどの位置に置くか、記事をどこに置くかというような仕事をします。そこにですね、ちょっと細かいことで写真の色合いをこう調整したり、こんばんは。こちらは記者が帰ってきた原稿を直したり、これ明日の新聞のいわゆるゲラっていうやつです。大きなレースのアルバムの写真がネットの方に水をはねて入れたものを、そしてもう少し毛直しをしたいという形で、ここを使って動画を編集して見出しをつけて、レイアウトしてで、まあ、こういった紙面を作って、やがてのようなことになる。こういう綺麗な写真を山の上からで、そちらを重ねると普段皆さんが目にするような色になります。こうで作るという形にするとこのくらいで最短で作ることも可能というようなことになります。センターの話を少しいたします。皆さんはね、旗本町のメディアタワーでコンピューターの見えてきましたのは臨天機の1台目です。一駅以上スタートボタンを押してください。一駅スタートします。はい、OK です。新聞の一番下に穴が開いています。